はい、ダバルギです。みんな来たよ。新しいスペシャル来たよ。前のアップデートの動画でさ、少しだけ映ってたピコピコハンマーみたいな武器あったじゃないですか。あれの詳細が判明されました。名前がウルトラハンコ。ハンコだ。銀行とかでさ、押すハンコが武器となって、あ、武器じゃねえ。スペシャルウェポンとなって登場するみたい。まあ、スペシャルの位置づけだから、ナイス玉とか、まあ、そこら辺の、まあ、シャボン玉とかの部類に、部類のアップデートとして出てくるんだけど、ちょっとだけね、映像もね、判明されたので、いきなりなんですけども、最初ちょっと見ていきたいと思います。やばくないこれ。自分で連打してんのかな？早いよね、ピコ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 。てか、ピコピコって感じじゃないな、ドスドスだよね。しかも最後投げれるし。これもう当たったら最後じゃん。もう投げたやつ当たっても敵倒せるから。まあ、射程は短いけど、まあ、意外と強そう。てか、リッターとか、まあ、デュアルスイープ、ジェットスイーパーか。射程が長い武器についたら、近距離と遠距離使い分けて、すごい強そうだし、楽しそうですね。これ、ハンコ投げたらスペシャル終わっちゃうらしい。まあ、そりゃそうか。ちょっと面白い。もう本当に面白い。ちなみになんですけど、このスペシャル使ってる間、まあ、他の人がね、正面から攻撃してきた場合は、一応打ち消すことできるみたい。多分スーパー着地がボム消せるみたいな感じで多分消せるんでしょうね。バブルも消せんのかな？ちょっと気になる。まあ、背後は無防備らしいから、倒したかったら後ろ回ってね、倒すらしいですね。ちょっと環境変わりそうですね。まあ、これを入れた別注シリーズが11月7日に、まあ、追加されるんだけど、まあ、4つぐらいかな、また。新しい別注シリーズも炭酸ボムとかついてるし、結構そっちも気になるんですけどね。でも、スプラトゥーンって販売してからもう1年以上経ってるけど、まだアップデでこうやって、いろんなね、武器とか追加されるし、もうでもさすがに出ないかな。もうちょい出ると思うけど、スペシャルとかここまでなのかな。どうだろう。面白い要素いっぱいね出してくれてるし、もしかしたらもうこれからスプラ3の制作に入るかもしれないし、ウルトラハンコ出たらちょっと、いっぱい遊びたいな。みんなね、他のゲームもやってると思うけど、またスプラトゥーンに戻ってきてもいいんだよ。スプラトゥーンをやるんじゃなくても最近は動画しか見ないけど、まあでも、有料化だから、まあいつかやろうかなっていう人、このアプリを機に戻ってきてください。待ってます。みんなで遊びましょう。まあということで、新しい武器、名前がウルトラハンコ。武器の性能は、連打ができて、まあまあも投げれると。シンプルで強い。俺はリッターについてほしいなぁ。願望リッターについてほしい。では、そういうことなので、情報でした。ウルトラハンコの情報でした。